はい、どうも、慢性腰痛専門生態院青葉院長の石場です、えー。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、えー、今日はですね、ちょっと薄暗いところで、えっと、今やっているんですが、えー、ここはですね、えっと、また京都に、えー、来ています。はい、えー、で、明日からですね、えっと、また、えー、京都で2日間、えー、勉強とですね、えー、あとは日曜日はどち,どちらかというと勉強というよりはですね、 全国の治療家の皆さんにですね、知識とかっていうのを教えるっていうところですね、やっていく一日になっています。はい。で、明日はですね、自分の勉強というところで、今日は前乗りをしてですね、今、ホテルで一人でですね、いるところでございます。はい。で、前回ですね、えー、まあ、食事に関してですね、水分の多いものをですね、取ってくださいよっていう話をですね、お伝えしたんですが、皆さんちょっとはですね、えー 気を使ってご飯食べてますでしょうか。はい。まあやっぱりあの、加工したものであったりとか、えー、加熱したものであったりするとですね、その水分っていうのがどうしても飛んでしまいますので、なかなか水分がですね、取り入れられないと,ない,ということになっていきます。はい。で、人間の体はですね、70%ぐらいですね、まあ子供であればあるほどですね、赤ちゃんであればあるほど水分が多くなっていますので、 どうしてもですね、水分を多く取らなくてはいけないという話をさせてもらいました。はい。で、やっぱりですね、高齢になってくるとですね、筋肉量っていうのがだんだん皆さん落ちてきますから、そうするとですね、水分を溜め込む量っていうのもだんだん減ってきてしまうんですね。はい。ですから、よりですね、高齢になればなるほど、その水分を取るっていうことはですね、皆さんちょっと意識しながらですね、やっていただけるといいのかなというふうに思います。 はいで今日はです、ね、食べ物を食べるときにです、ね、気をつけてほしいことがありますのでそこをちょっとお伝えしていこうかなという,ふうに思いますはいで皆さんですねご飯を食べるときにです、ね、やっぱり水分をですね一緒に取るかなと思うんですね、まあ、僕だったらこれお水とかですね、えー、を、えー、ガブガブガブ飲みながらですねご飯を食べているかなと思うんですが ここでやっぱ注意してほしいのが、えー、お水を飲んで、いっぱい飲んでしまうとですね、えー、体っていうのは、まあ、食べ物を食べたらですね、胃に送られてですね、まあ、胃でですね、消化液っていうのが出たりするんですけども、その消化液がですね、水分によって薄まってしまうというふうな現象が起きてしまいます。 はい、そうするとですね消化不良とかになってしまってですねそこから腸の方にどん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 送られていってしまいますのでしっかりと消化されないままですね腸に送られてしまうと、まあ、消化不良になって、まあ、下痢であったりとかというふうになってしまいますのでもしですね腸の調子が良くない人はですね、まあ、食べ物を食べているときにあまり水分を取りすぎないというところをです、ね、気をつけてほしいなという,ふうに思います。 私であればですね、よくあのお酒とかですね、ご飯を食べた後にですね、食べた後とか食べながらお酒を飲んだ時にですね、すごく体調が悪くなるっていうのがあったんですね。はい。あ最近はですね、もう全然お酒飲まなくなってしまったので、そういうことはないんですけども、前はですね、結構よく、 まあ、お酒飲む方ではなかったんですけども、まあ、飲んだ後の次の日は必ず解いていい方で下痢になってたっていうところがあったので、まあ、そういうところもやっぱりこう関係してたんじゃないかなと、今になって思うところです。はい。ですので、まあ、皆さんもですね、水分を取りながらご飯を食べている人ですね、それで、まあ、消化不良を起こしているような人はですね、少し水分の量をですね、減らしてあげて、消化のですね、消化の液を薄めないっていうところをですね、気をつけてもらえればなというふうに思います。 そこをです、ね、ちょっと気をつけてもらえれば、えー、内臓の調子が良、ね、くなってあなたの痛み,やすいあ痛みが出やすい体というところも、えー、改善していけるのかなというふうにも思いますので,、えーぜひですね、やってみてみください、はいえー、本日もです、ね、ちょっと食事についての情報というところをです、ね、皆さんにお伝えさせてもらいました。 はい。えー、またですね、えーっと、いいなと思ったらですね、いいねボタンを押してください。はいあとはですね、えーっと、こちらの方にですね、チャンネル登録のボタンをですね、置いておきますので、えー、よかったらですね、チャンネル登録の方お願いします。あとは、こちらの方にですね、えー、こっちかな、はいえー、動画の方ですね、えー、貼っておくので、またいろんな情報をですね、見ていただいて、あなたの体のためにですね、ストレッチであったりとか、まあ、こういう豆知識ですね、どんどん配信していきますので、よかったらですね、見てもらって、自分の体のためにですね、えー、努力してみて くださいはい、えー、本日も動画をご覧頂きありがとうございました。